はあのボビバラを PR するんだって、あの番宣をするんだって。それでボビバラ、俺は代表じゃないのに俺が代表として行ってくれって言われたから、どうすればいいの。うん、何にも質問は分かんない。はい、ありますよ。何の質問で。今年はバレンタインですが、ゆかりさんいくつチョコもらいましたか。今年、今日の今日じゃん、はい、あと、まあ、チョコ紹介。びっくりした何やってんのよ。 いつもこんな感じじゃないの。え、嘘でしょ。いつもそうだよ。何やってんの。なんてギター弾いてんの。ギターうるせえんだよ。俺上から弾いてんだよ、ギター。あのギター違う。あれはね、あのアナウンサーのギター。何なの。俺のギターうるさくないから。両方うるせえよ。上から聞こえてたよ。ほんと。何の歌。なんでいきなり何の曲を聴いてんの。うん、この俺が歌ってたの。何の。もともと歌手なんですか。当たり前じゃないまた何、まあ、あのさ、今日さ、もともとは何、あれなの。もともとは何なの。もともと私、うん、奥さんをここここにする人にそれはさ、カット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 じゃねえよ。カット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 ダメでしょ、そんなの。いやいやいや、たまたまだって。どうぞどうぞ座ってください。どうぞ。ってもう俺の楽屋なんだけど。そうだったの、まあ、じゃあじゃあどうぞどうぞ。今年還暦なのよ。嘘だ。本当だから赤い。え、ゆかりさん 60？ そうだよ、60だよ。嘘でしょ。本当本当。ボビーおめでとうございます。 ありがとう。ええー、何、あ、いつも 赤じゃん着てる。還暦だから。でも赤いの着てるじゃん、ボビーも。俺まだ還暦じゃねえわ。還暦。いや、だって私2つの年あるから。ボビー還暦。ボビー感激。感激。感激じゃないって。あのさ、うん、あの今回は、うん、なんか起きた。なんか起きたみたいな。お世話になってもらおうと思った。うんうん、毎回なんか起きてるもんね。いや、俺じゃ、うん、俺でしょだって。いや、じゃあなんか聞きたいの、うん。みんな何か起きない理由が俺知りたいの。うんうん、俺もいつも起きてるから。でしょでしょ。この仕事してたら3年に1回何か起きるんだろうな。ああ、オリンピックみたいだね。そうそう、起きなかったらじゃあもみ消してるんじゃねえかなと思う。ああ、俺にはもみ消す力なかったから。だからあ、そう？忍だよ、忍だよ、忍だ、忍だよ。あ、まあ、すぐ警察出ていくんだよ最近。あ、でも警察は逆にいいこともしたっていう噂が流れる。私なんだ。あれ噂だったの。噂じゃない、噂じゃない、ね、いいこともしてるんじゃん。あれでしょ。いいことも悪いことも両方やってるってチャラだね。なんでだろうな、うん、じゃあとりあえず、うん、とりあえず置いといて。ゆかえさんに来たのはこれは何のチャンネルなんだ。今後で説明するホームビデオです。撮ってから説明するわけいい加減してくれよ俺気持ちよく歌ってたんだからさ。また歌ってもらうから、歌ってもらうから。ただし、どうやって俺は真面目に生きていけるのかを、なんか無理だろ。え、無理だろ。だって真面目に生きるって顔してないじゃん。なんで真面目だよ。もうだって人生舐めてるじゃん。舐めてねえ、舐めてねえ。だって俺真面目になった証拠、帽子もこういうふうに。やめろ大事な帽子なんだからもう全然真面目じゃないじゃないかよ。だから本当にそうなの。あと、うん、ボビバラという番組を。何それ。え、知らない。全然知らない。ボビバラという番組は。ボビバラード。バラードじゃねえの。何。バラエティだよ。ああ、バラードじゃないんだ。そうそう、バラードの方がいいんじゃないか。ボビバラード。うん、それ歌手のでやってる。ちょっと悲しいさ感じがしていいじゃん。いやいや、そのこと。応援する気になるよ。ちょっと、うん、ボビはさ、多分さ、俺思うに、うん、楽しすぎるんだよ。見るかなに。だからもうちょっと悲しい顔した方がみんな助けてくれるんじゃない。
こんな感じですか。あのさ、うん、私最近思うには、うん、全部思うことやりきろうと思ってんの、うん、だけど、うん、ちゃんと真面目にやらなきゃいけないからと思って、うん、なんかあるディレクターが、うん、反省した方がいいんじゃないって言ってきて、うん、反省させられてるわけよ、うん、俺は別に反省する必要もないと思えば思う。反省の意味分かってる？反省は反省でしょ。反省じゃない、反省だよ。反省だよ。反省の大国でしょ、それは。あ、反省だっていう。反省はだから歴史の反省の大国っていうのがあったんだよ。反省？反省、反省。違うよ、それじゃねえよ。反省でしょ？反省でしょ？反省だって。俺を言ってんじゃん、反省だよな。ガブ。どっちが合ってる？ガブはだってあれだよ、分かんないじゃん。だって分かるよ、日本人だもんな。まだ日本人だよ。なんで日本人なんじゃん、ガブ。そう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 。あ、どっちが合ってる？安静でしょ。あ、そうそうそう。何が安静？反省、反省でしょ。安静でしょ。安静、安静、安静じゃん。もっとダメだよ。安静でしょ。安静しろってことでしょ。安静でしょ。でも僕は温泉行きます、うん、温泉じゃねえよ、全然違うじゃん。この人まだ分かってねえんだよ。温泉して温泉行くってことか。そうそうそう、ちげえよ、その話じゃないの、うんうんうん、だから僕はゆかいさんから見ると、うん、何反省した方がいいの、した方がいいの。反省ね、うん、そりゃそうでしょ。なんで反省しなきゃダメだよ、いろいろ。だって人生のさ、何もしてねえじゃん、もと。な、いろいろしてんじゃん。いやいや、本当にそうなっただけで、本当に手出してないんだから。まあだから、まあボビーは胸に手を当てて、うん、ちゃんとあれだよ、反省した方がいいよ。でしょ、でしょ、うん。それ個人でやるものだよな。うん、個人。お寺に連れてったりさ。うん、先延ばしになっちゃうけど、うん、格闘技までみそぎの旅みたいのをやらされたりとかする、うん、いいじゃん。え、いいじゃん、そういうのできるんだから。俺多分ボビー、俺やってもらいたいのは四国をさ、うん、レアあれしてほしいな、全部。何何、四国のほら、なんだっけ、47箇所。47箇所わけないで、88だよ。違う違う、知ってんじゃねえ。47箇所はあれだ、あれ、その秩父だ。それ全部やってほしいな。あれ大変じゃん。だから四国と秩父、だ最初秩父から行けばいいんじゃないか。秩父行って、そこから四国行くの。半分だ、半分。そこから四国行って。証券が昔やったんだよ。あ、マジで。うん、証券もほら、いろいろ事件起こして、いっぱい。でも俺の場合は事件じゃないって。事件だよ、十分事件になってる。いやいや、ニュースにしちゃってるからそうなってるだけだって。多分それがいいと思うな。え、そうな。うん、88箇所知ってんじゃん。知ってるよ。ボビーだったら多分1日でもあれんじゃないか。回れねえよ。みんな何回かかけてるのに。いやー、だったら、うん、とりあえず、うん、今日来たのは、うん、まず番組で回ると。え、ちげえよ、それもいけるけど。宣言してよ、じゃあ番組で。まじゃあこれだから YouTube でみんなで回ればいいじゃん、88箇所。いやいや、みんな大変だって。いろいろ見ると思うよ、いろんな、多分いい経験になると思うよ。時間かかるんだよ、それなんだよ、それなんだよ。じゃあ時間かかるけど、だってこれ、だってちゃんとこれ多分ね、みんな見るよ。男はさ、すごい、このチャンネルが88箇所ボビーが回ってるって言うと、みんな、あ、安静してるなってみんな思うよ、きっと。いやいや、ボビーのこと。それなんだよ、うん、男は回るべきだよ、男。男は反省するより勉強した方がいいんだよ。勉強になるよ。だから88箇所でしょ、あれだって歴史のある場所だよ、うん、いや、ブッダの道を。ゆかいさん、還暦だからな。あ、いいんじゃないか。いや、本当にでも。じゃあ、ボビーな。四国が80。だってそれ、約束しちゃったら、約束しちゃったら俺行かなきゃいけないから。行ったら、だって、このチャンネル、すぐ爆発にヒットすると思うよ。
いや、意図させないの、この歌の。なんで必要するの？本当は、やめたかったんだから。いや、せっかく始めたんだからさ。いやいや、あれなんだよ。安静ばっかりやらされるから。俺、いいヒントを与えちゃったな。いや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 。いや、格闘技よりも絶対こっちの方がね、すごいよ。だちゃんとファッションも決めてやってほしいけどね。ちゃんと麦わら帽子みたいな。麦わらじゃないよ、袈裟みたいなこの着てさ、ちゃんと草履履いて。寒いんだよ、あれがまた。でも、だいぶ暖かくなってくるからいいじゃん、これから。いや、本当に。うん、本当にいいよ。アフリカに逃げようかなと思ったの。いや、逃げちゃダメだって、男は。男はやっぱり四国88カ所巡りだぜ。そうすると88回できるよ。そうだよな。88回すごいぜ、歴史に残るよきっと。俺だから歌作ってあげるからさ。え、作ってくれるの？その頑張ってるところになんか挿入する歌をさ。いいなぁ、やろうよ。でも行かないよやっとしけどな。88カ所時間かかるんだもん。それがいいんじゃん。で、いっぺんに行かなくてもいいんじゃないの。ああ、少しずつ、少しずつ。少しずつ、本当に悪いことした人みたいじゃん、それ。だって悪いことしたんだから。いやいや、してないって。これ本当は。いや、そのぐらいやれば、多分、世の中の人は、あ、ボビーは安静してるんだなって思うよ。きっと。そうなの、そうなの。本当に、ユカイさんも敵になったからな。俺？みんな同じこと言われるから、俺を反抗しちゃうわけ、反省させられようとするから、反発しちゃうわけ。俺は反省したもん。どこ行った？いや、俺もいろいろなんかあってさ。あるよ、あるよ、だから俺は反省して、多分世の中には俺の反省はちゃんと届いたと思う。ボビーは届いてないから。何した？何って、だから事件になってないから、俺の場合は。ほら、俺事件になったんですか？事件じゃん。なったんですか？だから多分いいと思うな、ボビーの旅っつってさ。ボビー四国を巡る。で、俺がなんかマイスイートロードみたいな曲を作るよ。本当に？うん。じゃあとりあえず曲作っといて、行かないけど、俺の道っていう、俺の道っていうすぐ出てくるんですか？すぐ出てくる。ちょっとだからマイスイートロードみたいな、このだから。歩いていくんだ。ああ、良さそうだね。四国のさ、険しい道を。それ良さそうだね。めちゃくちゃ険しい道。ああ、良さそうだね、もう絶対車使っちゃいけない。ああ、良さそうだ ね。でも行かないよ。ボビーだったらできるぜ。行かないよ。いやいやいや、ごめんなさい。生駒止めてくれ。生駒4分前なんで行きましょう。やめるよ、本番やめるって言うのね。だってさ、相談してたら俺を反省させるって言ってんだもん。いや、それだから四国、なんで四国を巡れって言ってる。四国か、それやった方がいい。あっちの悪化所回れって言うんだよ。だから俺が歌を作ってさ、ボビーが頑張ってる姿を番組で言ってる。番組で作ってるって言ってるんだよ。八十八箇所回ってる、なんで俺悪い人と思ってんの、みんな。え、みんな思ってるよね。おかしいじゃん。俺指出しただけだって。ここまでしてないから。とりあえず、もう始まる。うるせえな。ボビーも出んの？出ます、出ます。俺もそこまでさ、させんなって。だからこの番組も嫌がってんだよ。反省ばっかりさせるから。誰も呼んでくれないんだよ、だから。誰か呼んでくれよ。呼んだよ、もう。寄せんだよ。困りますよ。頼まです。困るな、こっちで。近根からです。呼ばれてねえんだもん、だって。呼んでないんじゃないか。呼んでねえんだよ、だから。頼みますよ、本当に。では、この時間はテレタマで先月から放送開始した新番組についてご紹介します。はい。ボビーバラ、ボビー、ただいま反省中です。
んで誰も呼んでくれるんだよ。モーフィーヒョダマンさんです。よろしくお願いします。あ、お願いします。あ、マイクかぶってた。オロゴンっていうのはボーフィーのことだったんだ。え、わかるだろ、それ。わかんない、どこのオロゴンなんだ。頼むよ、田所さん。本名言うなよ。なんだ、なんでいきなり現れて。面白いよ。そう、ボビーはだってそれどうするんじゃん。私自己紹介、自己紹介。え、いや、俺はちゃんと自分自己紹介しますよ。うるさいだけなんだな。そのことねえよ。ボビーだと思われます。よろしくお願いします。オロゴンじゃないじゃん。いやいや、オロゴンは名字だからやめなさいっていうの。本田さん、ダメです。いや、もっとやめろっていうの。だから遊びが仕事だと仕事熱心になる。ボビーはどうなんだよ。わ、私は、あの、とりあえず今日楽しければいいっていう感覚で生きてるから、仕事してる感覚ないんだな。そうなんだよ。気になるところですけども、そろそろ時間が来てしまいました。本田君はどうなんだよ。いや、音量で呼ぶんじゃって。ありがとうございました。ありがとう。あやくです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がるね。いや、怖いよ、怖いよ、本当に。お疲れ様でした。お疲れ様。また、ぜひ。また、急に来なくていいからさ。なんだ、今度、別に。腰が低い。まずご飯食べるから。テレビの怖い。テレビの怖いと思って。ちょっと帰ってください。ありがとうございます。ごめんなさいね、本当に。本当に、ボビーどうするじゃねえよ。おー、久しぶり。お久しぶりだな。みんな成長したな。何、今サブにいるの。みんな、サブ、真面目の顔してるな。またお疲れ様です。ありがとうございます。あー、危ねえ、危ねえ。